テールスライダーの荻野と申します。今日はですね、ファンタジー漫談をしたいと思います。私は旅をしてまして、ずっと旅してるんですね。そしたらですね、なんかですね、この辺からですね、わーっとこうファンタジーの世界に行く、なんか出たんですね。で、私はですね、そこにで向かってですね、ふいーっと行ったんですね。そしたらですね、あのファンタジーの世界にパッと来ましてですね、なんかこの辺にもドラゴンがおる、この辺にもドラゴンがおったんですね。 3匹いたんですね。で、私はですね、そのドラゴンに対してアドバイスポリティポアドバイスポーと喋りましたらですね、ドラゴンがですね、ウェーっとこう降りてきましてですね、ふわっと頭を乗せたんですね。で、僕その頭の上に乗ってですね、でーっと空行きましてですね、ザーッと行ったらですね、雲の上にですね、あの宮殿がボッとありましてですね、そこの宮殿にウェーっと行ったんですね。そしたらですね、その宮殿にですね、ウェーっと出てきましてですね、あのなんかがいるんですね。ほんで私はですね、アドバイスポリティポアと喋りましたらですね、魔法がですね、バーッと出るんですね。で、そのうちほど魔法が出るということで、アドバイスポリティポアとアドバイスポリティポアと言いましたらですね、そのなんかがいるやつにですね、バーッとファイヤーが当たったんですね。で、私はですね、アドバイスポリティポアとアドバイスポリティポアと言いましたらですね、ウェーッとまたここにこうって、またファンタジーの世界にヒュッと行ったんですね。で、またファンタジーの世界にバッと来ましてですね、そこのファンタジーの世界で今度は何かなと思ってザーッと見てますとですね、ザーッとったら今度はクリスタルがですね、わーっとこう降りてきましてですね、4つぐらい降りて、6つぐらい降りてきたんですね。で、私は早く別のボールに行こうと喋りましたらですね、そのクリスタルがですね、バーッと駆け出しましてですね、なんかですね、かけらがボン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 と出ましてですね、で、かけらをポンとしたらですね、私はジョブチェンジをしたわけなんですね。で、ジョブがバーッと余計出てきましてですね、そのジョブにチェンジしていくわけなんですけども、まあ不思議なんですね。ファンタジーの世界っていうのはこうなのかなと思いましたらですね、向こうの方からですね、魔法使いがバーッと来ましてですね、で、私はですね、魔法使いに対して、アンダーバイスブーツボーッと喋りましたらですね、魔法使いの宇宙人がですね、アンダーバイスブーツボーッと言って、ブーッと言いましたらですね、UFO がバーッと出てきましてですね、その UFO にこう乗ってですね、ザーッとファンタジーの最終世界に行ったんですね。最終世界に行ったらですね、そのファンタジーの世界からですね、ふわーっとこう雪が降ってきましてですね、雪道だったんですね。その雪をバーッとこう言いまして、ザーッと行ったらですね、あのファンタジーの中心地街に行きましてですね、中心地街に行きましてですね、あの中心地の町なんですけどね、で、そこの町にですね、城がありましてですね、その城にふわっと行ったらですね、なんか不思議なことが起こったんですね。